こんにちは。杉並区議会議員の小林由美です。本日も始まりました。小林由美の深読み、本日のテーマはこちらです。 顔情報にご注意、えー、こちらはですね、えー、今話題になっています、えー、中国のアプリであります TikTok というものがありますけれどもそちらを、まあ、アメリカはじめですねさまざまな国が、えー、禁止という、えー、といいますか規制の方向に乗り出しているということで取り上げさせていただきましたというのも、まあ、日本人はですね、えー、中国製のアプリ が、えーとまあ、どういったものがあるのかとか、えー、そもそも中国政府はどういった情報が欲しくてどういうふうな、えー、とものを集めてどういうふうに利用するのかということもまとめる必要があるかなと思って、えー、今回取りり上げておりますでこちらにあるようにですね、えー、トランプ大統領をはじめ、えー、米政府はですね今、中国政府によるあの個人情報の抜き取りを、えー、大いに懸念をしております。 それで、えー、とアメリカはですね現在ツイッターですとかあとはマイクロソフトとかが、えー、と TikTok をその買収をするという可能性も、まあえー、言及していますけれども、まあ、このツイッターもですね最近トップが中国人女性になったとかいうことなんでちょっとそれもなぁと思ったんですがとにかく、まあえー、と今のままだと、えー、個人情報 がどんどん抜かれ続けるという現状があるため懸念を示していますそれで海外は他の国どういう反応なのかといいますとアメリカの国に、えー、と他にですね結構この個人情報流出に懸念を示しているのがインドですねでインドはですね、えー、と TikTok を含む59のアプリケーションを禁止それも全部中国製なんですが それをしたということだったんですが最近になってさらに追加をして全部で106個の中国製アプリをインドは禁止に乗り出したということですこれはすでにもうやっておりまして他にはですねオーストラリアも中国製アプリの利用を規制するということを検討しておりますそしてこちらにあるんですが 日本のですね、まあ、政府として動くのはちょっとですね、難しいということで、ルール形成戦略議連、まあ、議員連盟なんですけれども、えー、これはまあ議連というのは、えー、有志の議員がですね、国会議員や地方議員いろいろあるんですけれども、集まって、同じ目的を達成するために、グループを作って何か主張やですね、要望を政府にあのぶつけるというか、あげるというものですけれども、 のルールー形成戦略議連というところが、まあ、TikTok をはじめとする、まあ、中国製アプリの利用を、まあ、規制するということを政府に求めましたでこれはですね、えーとまあ、どうせ議連が言ってるから、えー、あんまり意味ないんじゃないのとかそういう声も聞かれるんですが ちょっと国会議員の先生にお話を伺ったところ、これ実はアメリカからその日本の方に、日本政府の方に、えー、まあアメリカもやるので、日本もえ中国製アプリの利用を禁止をしてほしいという声がありまして、それで、まあ後ほど説明するんですが、政府としてはちょっと動きづらいところがあるので、まあ議連という形でやっているということを聞いたので、 えーまあ、全く意味がないということはではないんですけれどもでここにあるんですけれども実は日本というのはちょっとアメリカとかとはインドとかとは事情が違っていまして何かです、ね、特定の国の、まあ、製品今回でいうと中国のまあ製品とかアプリケーションとかそういったものを排除するということはです、ね、制度上、とても難しいということになっています。 こちら、まあ、なんでかっていうとですね、まあ、1990年代に、まあ、自由貿易を盛んにという流れがありました。で、その流れの中で、まあ、国際約束の WTO、あの、政府調達協定というものがありますが、それによって、日本政府系の、まあ、企業、NTT とかですね、や、え都道府県、あとは政令指定都市ですね、そういったところはですね、特定の国の 製品を排除することは難しいというふうに決められています。で、えこれから漏れる一般の、まあ、市区町村というのは、あの例えばですね、まあ、議会の中で、えー、と例えば、まあ、中国製のアプリを、まあ、利用することをですね、まあ、禁止というか、まあ、役所の中で禁止するということを決めれば、それはあのできるんですが、実際にですね、 まあ、都道府県や政令指定都市、また政府系企業っていうのは排除が難しいという現状があるので、まあ現在日本政府もとっても苦労しているというふうに伺っております。それで、まあ日本政府としては、 えっと、そういったですね、まあ、中国共産党に情報を抜かれないためにですねフィルターみたいなのがあるようなんですが、まあ、自治体というのはそれがないことが多いので、まあ、実際にですね TikTok というまあアプリをですね、えー、これをまあ市区町村、えー、具体的に言うとあの大阪府とかですよねが、えー、その広報活動のために使うということが報道がなされたんですが実は、こ、えっ、ー、と 本日収録日までにですね、えー、大阪府と埼玉県、えー、そして神戸市はですね、えー、TikTok の、まあ、使用、まあ、広報活動での使用を中止するということを発表しております。で、えー、残りのですね、広島県は、えー、日本政府の動きを見ながら慎重に対応していくということなんですが、実は神奈川県とね、横浜市、 福岡市は、えー、まだ何も発表していないので、まあ、TikTok との業務提携をすると発表したままになっているのでちょっと今後どうなっていくのかなというのはわからないんですが、まあ、日本政府が頑張っていても、まあ、自治体がそうでなかったらですね自治体のまあ情報がちょっと危ないぞということなんですが、まあ、具体的には 例えばですね福岡市が TikTok と業務提携をしているんですけれども、えー、そしたら福岡市の住民情報全部あの危険にさらされるのかというと実はそうとは言い切れなくて福岡市の、まあえー、持ち物であるスマートフォンとかですねタブレットの中に TikTok を入れてそれを使って福岡市の宣伝みたいな PR をするとするとその、まあえー、アプリ を入れているるる端末の中にある情報が流出する恐れがあるということなので、まあ、福岡市が TikTok を使ったからといって住民情報が全部危険さらされるということはないんですが、まあ、問題はそのスマートフォンが誰のものなのかどんな情報が入っているのかっていうことまでは、まあ、外からわからないので、えー、まあ安全だと言い切れないという話なんでですね、はい、それで,ですね。 まあ、特定の国の製品の排除は、まあ、今のところ難しいということでじゃあどういう危険があるのかなというお話なんですが、まあ、これも国会議員の先生に伺ったんですが中国政府が、まあえー、いろいろ、まあ、情報を抜くといってもどんな情報が一番欲しいのかなというと、まあ、一番欲しいのは顔情報だということなんですね。まあ、顔情報って何かなっていうと、まあ、いろいろある生体認証 指紋ですとかあとはその目の動きとか静脈とかいろいろあるらしいんですけれどもまあ顔情報というのが一番欲しい情報なんですね。というのもこれはちょっと今にはな始まった話ではないんですが例えばですね中国のですねえっ、ー、と空港があります北京とかに空港があってそこをまあトランジットでこう経由してどこか違う国に行こうとしたときにトランジット ですら、まあその顔情報をバッチリ取られるという風な話を聞いたことがあります。で、なんでそういうまあ、顔情報っていうのを取るんだろうと、他の国ではそんなことはないまあ、アメリカはやってるところがあると聞いたんですが、まあ、中国というのは、まああらゆる人の顔情報を集めているんですね。これはもう何年も前から始まっています。で、それでまあ例えばなんですが。 その人物が、えっ、ー、と、まあ、中国政府にあまりですね、その賛成してないというか、えー、反対であるということを言ったときに、また入ってきたときに、えー、どうなるかわからないという恐ろしいことがありまして、 というのも、まあえっと、アグネス・長さんがあの捕まってしまったということも、えー、報道で入ってきましたけれども、まあ、中国政府っていうのはですね、まあ、どんな罪状でどんな、まあ、法律に触れて逮捕するっていうのをあまりその明らかにしていなかったり、まあ、これって中国の外では罪にならないよねということであの逮捕するような国ですから、えー、ちょっとあの恐ろしいところがありますけれども まあ中国のインターネットサイトにですね、ウェイボーっていうんですかね、ああいうところにですね、あの自由とか、えー、と民主主義とか入れると、もうあのアカウントが消えてしまうとか、そういったこともあるようなんですが、そういった干、ま、渉、あえー、しているっていうことと合わせて考えると、顔情報を得るとですね、まあ、そういった個人情報の特定が容易にできるので、えー、入国した際に何か使ったりですね、 あとは、ちょっとこれは定かではないんですけれどもえっとまあディープフェイクっていう言葉を伺ったあの聞いたことがあると思うんですけれどもえっとディープフェイクっていうのは例えばオバマ大統領がものすごいひどい汚い言葉をオバマ大統領の言葉で喋ってる動画を見てえっと思ったことが私、あるんですけれども。 オバマ大統領に限らずトランプ大統領でも安倍総理でもいろいろな人の顔と声の情報があればフェイク動画が作れてしまうんですね。で、それもカクカクしてたりしていなくてもうスルスル動くのでそういった動画が量産できてしまう、まあ、そういった技術を中国は持ってるということなんですがそういったその、まあ、顔情報っていうのを組み合わせてですね、えーもしくは 悪用することによってそういったディープフェイクに使われる可能性もありますしそもそも、えっと、中国はですね5000人単位ぐらいでですねあの顔情報を売り買いしているというふうに、えー、聞きましたので、まあ、何かのために撮っておくのかあるいはその防犯カメラが中国には至るところに設置されているのでそれと照合、まあえー、させてこのまあ 例えば中国政府に反対の意見を持つ人のなんでしょうね買い物とかどういう人にあったのかとかそういったことをすべてたどれるようになっています。で中国の警察っていうのはサングラスみたいなのをかけてる人が多くて、まあえっ、ー、とそのリアルタイムで顔認証ができるらしいんですね。この人はこうとかいう感じで、まあこの人はこういうふ方に触れてるぞとかそういうふうなのが出て。 すぐ逮捕とかになるということなので本当の犯罪者にはいいけれども、まあえー、中国政府が、えー、犯罪とみなした人にはもうあの大変そのです、ね、理不尽な理由でも逮捕できてしまうということでかなり各国からあの批判を浴びています。ということでちょっと怖い話になってしまったんですが顔情報っていうのを取るために TikTok だったり、まあ、中国製の,その美肌アプリなんかもあります。 そういうのを尽くしして集めているということなので、後半はちょっともう少しですね詳しく危ないところまでお話ししたいと思います。